ですね、宮城県まだまだ復興、進んでおりません、仙台市はですねだいぶ良くなりましたが沿岸沿い、まだまだですのでぜひこちらの観光 PR ブースでですね、仙台宮城の特産のくじ引きもやっておりますので、ぜひ皆さん参加していただいて、グッズも、用意しております。岩瀬さん巻きあんまり話面白くない分からないかな今日ですね、平瀬アンバサダーも来ておりますのでぜひ皆さん観光 PR ブース寄ってください。よろしくお願いいたします。あとですね、我々ベガルタ仙台ベガッタですねアウェーの方お邪魔すると、恒例のこのホヤをドロンパ君に差し上げたいなと思ってますんでドロンパわかるホヤ、ぜひですね皆さん写真撮れますようにできれば前の方若干座っていただいて後ろの方も皆さん撮れるようにご協力お願いいたします。じゃあ今差し上げますので、はい、じゃあまず正面の方からいきます。よろしいですか。はい、正面の方から写真撮りますよ。よろしいですか。はい、はい、では、左側いきますよ。あ、右側ベガッツさん右側はい、右側いきます。騙されましたね、全然言うこと聞いてくれないです、はい。ぜひですね、サイン等はベガッタさんにお願いしていただいて直接お願いしていただければと思います。右側の方写真撮りましたか、撮られた方前の方ですね、できれば少ししゃがんでいただきますと後ろの方見れますので隣の兄さんもしゃがんで、はい、すいませんありがとうございます。はい、左側の方写真を撮っていただけますようにお願いいたします。かわいい。何やってんの。ちゃんとサインもベガッタしておりますのでぜひホヤ食べてください。じゃあ写真撮り終わりましたでしょうか。大丈夫ですか皆さん。じゃあ正面だけもう一回向きましょうか。はい、じゃあ正面向きます。皆さんカメラの方向いていただいてベガッタ君でもね、トロンパ君どこの子だよ。少なったの反応大丈夫。それまずいから一応手隠して大丈夫、男でも大丈夫みんなねほら見てるから気をつけて。内緒じゃないよ大丈夫、ドロンパ逃げるから。はい、ありがとうございます。まだですね、こちらの方 PR ブースを行っておりますのでぜひ宮城県の PR ブース、仙台宮城観光 PR ブースを行っておりますのでぜひこ